じゃあこの赤いのは血じゃなくてミルク？なんでミルクをこんな色にしたの？赤い芋を食べるからミルクも赤いの。食べたものの色が羽や体に出る鳥にしたのよ。このコーラルピンク素敵だと思わない？謎は一部解けた。足跡の主は水島を殴って鏡の中に消えた。一見そう見える現場だけど、赤いミルクがヒントをくれたよ。どういうことですか？この鏡の下の方に付着した血のようなもの、これは犯人が鏡に入ったわけじゃない。この足跡の主がここでミルクを踏んで後ろに下がった跡なんだ。そしてその足跡の主が誰か、その答えは文字通りこの水島が握っている。下田君、僕今両手が塞がっているから確かめてくれ。はい。靴下です。靴下を握ってました。なんか見覚えのある靴下ね。そう、この靴下は被害者本人水島の靴下。元から寒がりの水島は昨夜僕を見捨てて一人だけ先に寝ようとこの離れに来た。そして鏡の前で授乳していた鳥のミルクを踏んだ水島は後ろに下がって血のミルクのついた靴下を脱いだ。つまりこの足跡は水島のものなんだ。嘘！1は増えてる。今までなかなか繁殖してくれなかったのに、なんで急に？そっちですか。まさか。わかったわ、カズよ。鏡のせいで仲間がたくさんいると思ったから安心して子育てを始めたんだわ。なら他の動物が生きにくい環境でも耐えられるようにして、そうだわ、塩辛い湖でも大丈夫な体と足にしてあげる。ライバルがいないから大群になれるわよ。典型です。最